はい。B 級予想家です。今回は、えー、青森 G3 のですね。 決勝の予想をさせていただきたいと思います。周回の並び予想なんですけれども、このような形で考えておりまして、戦い方の想定なんですけれども、先行ですね、1番の佐賀選手か3番の吉田選手、どちらが取っていくのかなというところが迷ったところなんですけれども、私としてはですね、1番の佐賀選手は3番の吉田選手に出させない先行を見せていくんじゃないかなというところで、1番の佐賀選手を先行にしまして、それに対して3番の吉田選手、まくりにしてるんですけれども、 た叩いていくようなあの先行も含めたまくりというふうに考えております。で6番の川端選手は1番の佐賀選手と3番の吉田選手の叩き合いをですね誘ってのまくりというのが理想としているところかと思います。展開ののの予想なんでですすけれども誘導を切っていくのがですね3番の え、吉田選手がですね、まあ、誘導を切っていく形になるのかなというふうに思ってまして、まあ、6番の川端選手は、ま、抵抗せずに下げて、ま、中断を取るような動きをししているかなと思います。で、1番の佐賀選手は、あの、吉田選手に、まあ、あの、先行をさせないというところで、えー、主導権を取っていくのは佐賀選手が取っていくという動きに対して、3番の吉田選手も、え、ライン4車でですね、あの、スイッチが入って叩きに行くっていうようなところがあるのかなというふうに、 考えておりますで、えー、最終バックのですね想定なんですけれども、えー、主導権はですね3番の吉田選手があのー、1番のです、ね、佐賀選手をこうねじ伏せるような形になって。 で,のできる形で1番の佐賀選手の番手からです、ね、4番の根本選手は自力にチェンジしてで6番の川端選手は争いを誘ってからのです、ね、最後方からのまくりという形でですねでここでまあ5番の山岸選手の番手の対応っていうのがですね結構求められるのかもしくは3番の吉田選手の係があが非常に強くてですねあの番手の仕事は必要がないという形になるのかっていうところをですね想定しております。 で、このレース、狙い目なんですけれども、本命はですね、5番の山岸選手にさせていただきました。G1 前のですね、G3 のですね、あの優勝の実績があるというところと、5番のですね山岸選手、決勝戦は非常にあの力強さがあるというところでの本命。で、2着にはですね、3番、7番、9番のラインという形と、3着に3番、7番、9番に 4番の根本選手と8番の新山選手を加えてという組み合わせで考えさせていただきました。今回の予想は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございます。